あ、壁ジャンできる。ジャンプ壁走りができる。これタイタンフォールと同じ動きできる。おー、なぁ、はぁ、ジェダイおるってな。あ、違う、これバナナナイフだ。わかんねえよ見た目じゃ。バナナナイフ。俺のバナナをくれ。俺のバナナをオラオラ刺してやるよ。どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、スチームの謎 FPS のお時間でございます。皆さん、バナナシューターっていう FPS、 無料 FPS 知ってますかね。いや、これ結構有名だからな、正直動画にするか悩んだんですけど、まあ知ってる人も多いと思うけど、改めて動画にしようかなと思います。スチームにある超低スペの FPS なんですけども、まあまずプレイしてみよう。射撃場があるんでね、入ってみましょうか。はい、こちら、このゲームのね、射撃場ですけども、もしかしたらこのゲーム、エイペックスの射撃場をはるかに超えてるかもしれません。こんな感じで、まずね、おなじみの、まあ、ボットというか、ね、的というか、ね、可愛らしい的がありますけども、ね、エペだとさ、こういう風に地面にしか生えてないじゃないですか。このゲームはもうね、横の壁だったり、もう天井まで生えてるっていうね、こんな感じで、もう、上から下まで、もうエイム練習ができちゃうという感じでございます。これはなんだ。あ、え、これってあれじゃないか、なんか PC の人がよくやってるエイムのトレーニング、それまでついてる。いや、もう素晴らしいですね。で、こちらはボタンを押すと、皆さんこんな風に思ったことありませんか。射撃場の的ちょっと少ないんじゃないのみたいな。ご安心ください、このゲームこんなにあります。見てください、この数、圧倒的です。圧倒的数の、射撃練習ができますよ。これほら、撃っても撃っても終わらないですからね。これしかも横に動きますからね。あと普通にやってましたけどね、あのリロードはね、あのこんな風に、回しますと。そしてこちらのコーナー、皆さん、あの YouTuber の企画でよくあるじゃないですか、スナイパーで何人抜けるのかみたいなチャレンジ、あれ一度でいいから自分でやってみたいなっていう風に思ったことありますよね。こちらなんとあります、射撃場に。あの YouTuber たちがやっていた、あ、2人しか倒せないんだ。このゲームまだ終わりません。なんとこちらには、BO3 とかでおなじみのフリーランがあります。こんな感じで飛びながら的を倒してスコアを競い合うことができる。ほい、どうやって向こう側行く。では早速ゲームプレイの方に移りたいと思います。なんかこの UI コールオブデューティで見たような気がするような。ゲームプレイの方はあの初プレイのところから撮ってあるので、リアクション込みでお楽しみください。高評価ボタンぜひモチベーションになるのでお願いします。なんかサーバーに入ってみたけど、多分フリーフォーオールかな、待機画面的な感じかな。すいませんね、勝手にサーバーに入ってきちゃって。え、怖い。え、目こっち見てる。あ、目が移動するとこっち見てくる。あ、あと2秒、なんか急に始まるわ。マップ投票があるんだけど、ルールとマップ投票ってこと、これもしかして。さあ、始まりましたよ。このゲームにおいて腕という体、はっ、いた。え、なんで食らった。腕というものはないからな。これなんだろう、全員敵のルールでいいのかな。こっから出れないんだけど。じゃあ出れない、出れない、どういうことやねん。え、飛んでる。ちょっと待って、ちょっと感度が早いな、さすがに。 OK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 、 いいね、 OK。 おお。どうやって飛ぶんだよあれ。あ、なに、どういうこと、何をしてんの。なんかバニホみたいな、う、体バラバラになってる。くそ、難しすぎる。このグラフィックなのにちょっとグロいのやめてくれ。 OK、 うまいうまいうまい。リロードモーションなら存在しない。銃をくるくるすればリロード OK です。右下のキャラもの、の、伸びちゃってるよ横に。あ、待って、もしかして、あ、こういうことか、適応力。この適応力の速さよ。ショットガンを下に打つとジャンプするんですよ。なんでかは聞かないでくれ、といてください。これエイム練習になるんじゃないですか。皆さんどうですか、 PC ゲーの皆さん、バナナシューターでエイム練習どうですか。やっぱりこうショットガン打って空中に飛び上がった後のエイム練習ってね、他のところじゃできないと思うんで、どうですかね。
もうちゃんと持ってないじゃん銃を。待って今さなんか壁ジャンプ、なんか壁ジャンプみたいな判定あったぞ。あ、壁ジャンできる。これエペの壁ジャンできるよ。みんなほらどうですか、エペックスレジェンドの PC 版の皆さん、壁ジャンからの壁ジャンなんで爆発しちゃうんだよ。壁ジャンからのね、ショットガン上ジャンプするっていう練習ができますよこのゲームだと。エイペックスだとできない。なんで死んだ時に十字になるの。うわうぜえ。なんだこれ。めちゃくちゃうざいエモートされるやん1位の人に。バナナシューターといえばこのバナナガンですよね。知りませんけど、バナナガン、バナナナイフ。さ、下の P90 とか MP40 とかなんか銃の名前そのまま使ってるけどいいのかな。キングオブザヒルってハードポイントってことでいいの。ハードポイントあるんだけど、どんなマップこれ。さあバナナリロードして、バナナリロードして、壁走りできないこれ。ジャンプ壁走りができる。これタイタンフォールと同じ動きできる。さあ MP40 ありましたよ、名前そのまま MP40。 MP40 のリロードもこちらで。なんかすげえ見にくいな、撃たれた時のエフェクト。あ、壁ジャンプ。おお、なあ、はあ、ジェダイおるってな。え、なんだこのジェダイ。おい、銃も使ってくるよこのジェダイ。ブレードだと銃を跳ね返すとかじゃないよね、まさか。え、あ、そんなことはないです。こんな階層いる？これ敵見つけるの大変じゃん、めちゃくちゃ。 OK、 スライディングも入れて。ちょっとでもこれさ、倒して上に上がることはできないから。あ、これ今一番下ってこと？誰か来てくれないと。 OK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 。 バナナガンになった。バナナガン、え、あ、違う、これバナナナイフだ。わかんねえよ見た目じゃ。バナナナイフ。待って、一発やんこれ。ふいふい、俺のバナナをくれ。ちょっとなんか変な感じ聞こえちゃうなそれは。おら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 、これ一番下だから降りてきてくれないと。俺のバナナをおらおら刺してやるよ。おらおら、バナナめちゃくちゃ連キルしてる。俺のバナナ何キル目やねんこれ。あ、武器変わっちゃった、ベクターになっちゃいました。うぜえ。なんかこれ待機ロビーグ。わからねえ、ついてけねえこのゲームに。ここいいね、ちょっと見やすそう。おお、いいじゃんいいじゃん、開けてる。あ、出れないんだ、ガラスかいこれ。ほら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 、ベクターやぞ、意識る。うるせえ、ちょっとアナウンスがめちゃくちゃでけえ。なんでこんなワープしてんだよ。壁走り、オッケー、スライディング、ジャンプ、なんか上もん、あ、ジャンプがある、いいねいいね。ジャンパーがあるよ、ジャンパーが。ここにジャンパー使って、まずい、結構僕しぶといな。なんでこんなしぶといんだ。スナイパー、バレットあるんだけど。あ、リロードチャット長い。どういうこと、どわけわかんねえ今の。死んでるんだけど。オッケー、1キル。で、リロードはしっかり長いのよ、怪物ライフル。で、弾は何発入ってんのこれ。15発入ってる。てか、覗く必要ねえわ、これ。覗く必要ない。これもう、腰打ちで、ぴょん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 しながら打ち込めばいいや。うわ、ラグいな、この人。オッケー。さすが怪物ライフル。一発かな、これは。うわー、どういう動きだ、それは。もう、ピング300ピンとかいいんだけど。これ、えぐいキャラコンとかできる人だったら、多分ね、すごいプレイができると思う。いやー、こういうたまにこう、スチームの謎ゲーを見つけるの面白いですね。まだまだありそうだもんね、なんか。
そう。なんか連キルができない。ちょっと3連続キルしたいね。うわーラグい。なんか自分の回線はいいんだけど、なんか300ピンの人とかいるから。あ、やった、勝った。なんでこんな喜んでるんだ僕はこのゲームで。はい、てな感じでした。バナナシューター、ぜひ。何？何？何？ぜひ、Steam でね、プレイしてみてください。